はい。どうも皆さん、こんにちは。伊ずれです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ。4月は限られたお得で生き抜くということで、今週もやってきましたキャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は4月の6日から4月の12日までの今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますのでご了承ください。それでは行ってみましょう。 ということで、まずはペイペイからですね。ペイペイでは主に2つのキャンペーンが開催中です。まず最初は対象の飲食店で20%戻ってくるキャンペーンですね。期間は4月の30日までのキャンペーンとなっていまして、ヤフープレミアム会員の方に関しては25%還元となっています。対象のお店なんですけども、一部紹介すると、ガストであったりとか、スキア、吉野家、松屋などありまして、あとは銀だことか中尾とかでもペイペイに対応して、なおかつキャンペーンの対象加盟店となっています。 っています。まあぜひですねこの機会に利用してみてください。ちなみに現在吉野家が牛丼のテイクアウトをすることで4月の22日まで15%で。 15%オフで購入することができますので、まあ世の中がこのような状況ということもあるので、ぜひテイクアウトも利用するのもありかなと思います。次は街角 p ドペイペイ第3弾ですね。こちら以前開催されていました第2弾に引き続き延長となりました。期間は4月の30日までとなっています。キャッシュレーシ費者還元事業の5%のお店であれば、ペイペイがさらに5%上乗せして、 実質10%還元でお買い物ができるというようなキャンペーンですね。以前と比較してちょっと違うのは、還元率が違うというのもあるんですけども、僕の大好きだったペイペイチャンスがもうすでにないので、これはお気をつけください。あと、ここには載せてないんですが、ペイペイモールでも最大で10%分が戻ってくるキャンペーンというのも開催されています。以上がペイペイのキャンペーンについてでした。次は D 払いですね。D 払いでは主に3種類のキャンペーンが開催中でございます。 まず一つ目は、D 払い生活応援キャンペーン。なんとですね、今これ気づいた方いらっしゃると思うんですけども、こちら3月いっぱいで終了だったんですが、まさかのですね、このキャンペーン延長されていました。このキャンペーンは、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば、D 払いがさらに5%上乗せして、実質10%還元で D ポイント還元がされるというようなキャンペーンとなります。しかも、期間が6月の30日までとある まあ、これは結構個人的には嬉しいお知らせかなと思います。次、二つ目はユニクロ GU で対象の商品を購入すると1枚実質無料のキャンペーンですね。こちらラストの週となりまして、4月の9日までとなっています。三つ目は D ヒバラとメルカリのキャンペーンですね。4月、5月、6月の金曜日もしくは土曜日に メルカリで D 払い決済をしたら D ポイントがプラス7%還元されて、条件を満たしたら最大で10%還元されるキャンペーンというのが開催されてます。こちらですね、毎週2日間だけキャンペーンされるので、ちなみに次、今週だと4月の10日と4月11日ですね。なのでまあ、メルカリをよく利用される方は今回のこの D 払いで決済するのもありなのではないでしょうか。以上が D 払いについてでした。次は D ポイントのキャンペーンですね。こちら主に2つとなって おりますこちらですね、ローソンで iPhone に d ポイントカードを設定した状態で Apple Pay で決済したら d ポイントが7倍還元されるキャンペーンというのが開催中です。こちらですね、4月の17日までとなっています。まあこれよく動画でもお伝えしてるんですが、このローソンで Apple Pay での決済はポイントカードとプラス決済が同時にできるので、まだですね、ちょっとやったことない方はぜひトライしてみるのもいいんじゃないかなと思います。結構画期的です。 次、スカイラークグループにて D ポイント、土日祝日であれば10倍、平日であれば2倍の D ポイント還元のキャンペーンですね。こちら期間は4月の1日からもうすでに始まっていまして、5月の6日まで開催されてます。スカイラークグループのお店に行かれる際は、この D ポイントの提示を忘れないようにしましょう。ちなみにこのキャンペーンは先ほどお伝えした PayPay ペイペイの対象の飲食店で20%還元キャンペーンとの併用も可能となっていますので、とりあえずお会計 はペーペーそしてポイントカードは D ポイントカードの順番でお得にお食事を楽しんでみてください次は楽天ペイですね楽天ペイで大きく2つございますまず1つ目は大黒ドラッグで最大10%還元のキャンペーンですねこちらはキャッシュレス消費者還元の5%楽天ポイントカードの提示で1%楽天ペイで決済して3.5% あとは、それに楽天カードを連携して最大の10%分の還元を受けることができるので、これお間違いないようにお願いします。 そして、丸全純駆動にて最大5%還元ですね。普通に楽天ペイで決済したら3.5%還元なんですが、そこに楽天のポイントカードの提示と楽天ペイに楽天カードをセットした状態で決済したら、これで最大5%還元となりますので、これもお気をつけください。こちらですね、ラストの週となりまして、4月の12日までとなっています。そして、極めつけのユーチョペイですね。こちらクーポン一つ出ていまして、ポプラで使える200円オフのクーポンが出ています。 これ期間が4月の30日までとなっていますあとですねちょっとスマホ決済からちょっと外れるんですが T ポイント t s t a y a の T ポイントのキャンペーンも少しありましたのでこれもせっかくなのでお伝えしますまずは t s t a y a の T ポイント10倍のキャンペーンですねこのキャンペーンは t s t a y a の全商品が対象となるのでまあレンタル以外でも他にも t s t a y a でお気に入りの商品があればまあそれも対象となるみたいなのでまあよく t s t a y a 利用される方はチェックしてみてください期間はちょっと長めの5月の10日までとなっております そしてこちらもおすすめですね。吉野家でお会計の際にモバイル T カードを提示したら T ポイントが80ポイントがもらえるキャンペーンが4月の12日まで開催中です。なのでラストのシュートになりますね。なのでまあ先ほどの PayPay ペイペイの20%還元のキャンペーンとそして吉野家のテイクアウトで15%オフのキャンペーンそして今回の T ポイント80ポイントのキャンペーンと組み合わせたら超絶お得に吉野家の牛丼を食べることができますので これはぜひこの3つを組み合わせてぜひ使ってみてください。 あとですね、まあ、ちょっとこれまでずっと覗いてたんですが、ちょっとキャンペーンがちょっと少ないというのもあったんですけども、このカード関連のキャンペーンも引っ張ってきてます。まず一つ目、こちら以前動画でもお伝えしたんですが、JCB カードの20%還元のキャンペーンですね。こちらですね、JCB カード W ですとか、JC カード W プラス L を作成して、そのカードを Apple Pay ですとか Google Pay にセットした後に Google Pay で決済したら20、20%分がキャッシュバックされるキャンペーンとなっております。 これ以前動画でもお伝えしたんですが去年の20%キャッシュバックキャンペーンに参加された方はこのキャンペーンの対象外となっていますのでこれお気をつけください上限が5000円で期間は5月の31日までとなっておりますあと年齢制限も39歳までとなりますのでこれも注意してください 次に三井住友カード20%還元のキャンペーンですね。こちらはですね、紹介するカード関連のキャンペーンでも結構僕的にこれが一番お得かなと思っております。上限が12000円まで、なおかつカードによっては年会費無料なものもあります。そして50分の1の確率で全額タダになる ただちゃんというようなキャンペーンとあります。あとですね、まあ、ここに載せてないんですけども、ポイントサイト経由であれば、今だとまあ、僕がよく使うモッピーであれば、3000円分がもらえたりするので、この機会に作ってみたいという方はチェックしてみてください。一応期間は4月の30日までとなっております。そして3つ目、こちらも、まあ結構前にも動画にしたんですけども、MUFGK、まあ、三菱 UFJ ニコスが発行する対象のカードを発行したら20、20%還元のキャンペーンですね。こちらは上限は1万 ままでとなっておりますあとこちらは一部年会費無料のカードもあったりしましてキャッシュバックの期間がですね入会日から6ヶ月後の下旬と結構先になるので、まあ、ちょっとそれが気になるなーっていう方はですね まあ無理に作らない、作らなくてもいいんですけども、やっぱりちょっと20%還元。まあ、この1万円上限というのはかなり魅力的だなと思うので、まあ、作成される方は作成してみてもいいんじゃないかなと思います。以上がカード関連のキャンペーンについてでした。最後に日程だけまとめですね。 今こちらに出ている赤くなっているところに関しては今週で終了するキャンペーンとなります。楽天イと丸善純九郎のキャンペーンが4月の12日まで。あとは吉野家の T ポイント80ポイントがもらえるキャンペーン、こちらも4月の12日までですね。まあ、ちょっと先月と比べたらなかなか静かになりましたけども、まあまあこんな感じで今週もまあまあキャンペーンはあるかなと思います。 まあそんなこんなで今回は4月の6日から4月の12日までのキャンペーンについてまとめさせていただきました。まあさっきもお伝えしたようにキャンペーンはこれまでと比べてそんなに多くはないんですがいろいろとまあ駆使すればご自身で駆使すればなんちゃかんちゃお得にいけそうなんじゃないかなと思います。ちなみに僕は PayPay ペイペイのまあ対象の飲食店とあと街角 PayPay ペイペイこの2つのキャンペーンとプラス D 払い生活応援キャンペーンを利用しようかなと思っています。まあ先ほどのね ポイントのキャンペーンも使うと思うんですけどもまあ現在本当ね全国的に不要不急の外出を控えるようになっていますのでまあ無理に外に出ないようにですね僕もこれからもちょっと心がけたいなと思います一応今今回お伝えした公式のリンクに関しましては下の概要欄に貼っていますのでちょっと詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということでまた月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあ、ここ最近はですね、まあ、本当に外出すること、機会っていうのは仕事以外本当に減ってきては、減ってきたってかほとんどしてないんですけども、まあ、本当ね、パソコンとにらめっこしたりとか、なおかつ僕ね、まあ、趣味で一つ、まあ、料理っていうのがあるんですよ。で、これは以前僕、今出てる写真は、えー、僕が去年、まあ、よくちょくちょく料理作ってたものをアップしたものです。ちょっとね、最近は全然料理上げてないんですけども、まあ、もしね、僕の、まあ、料理に興味がある方っていうのは、視聴者さんではめちゃくちゃ少ないとは思うんですけども、 一応ねこれインスタグラムから引っ張っ張てますので僕のでで僕インスタグラムまだだフフォォロローーされててないいい方はぜひししたくくとめちゃくちゃゃ嬉しいです、まあね、あの、こういった時期、こういった機会なので、まあ僕がまたね、料理作ってるものがあれば、普通にインスタグラムにアップするかもしれないですし、あとはインスタのストーリーとかもちょくちょく使ったりもするので、まあこのいいタイミングなので、またインスタグラムものんびりとアップしていこうかなと思います。ツイッターは相変わらず、まあちょっとしたね、お得情報とかも発信してますので、まあぜひツイッターと、あとインスタグラム も下のリンクに貼っていますので、ぜひ気になる方はフォローしていただくとめちゃくちゃ喜びます。ということで、ありがとうございました。